マッテオ・パーロは、イタリア・ピエ・モンテ州・アスティ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。ユベントス FC の下部組織出身。2006から07シーズンのカルチョスキャンダルによる主力選手の大量放出を受け、共同保有先の AC、シエーナから戻ると、ディリエディッシャンによって、レギュラーに抜擢。クリスティアーノ・ザネッティとボランチを組み28試合に出場。 一年でのセリエ復帰に貢献した。2007から08シーズンは同じくセリエ復帰を果たしたジェノア CFC へ移籍。2009年夏、2009から10シーズンにより昇格を果たした AS バーリエ期限付き移籍。シーズン後半はピアチェンツァカルジョでプレーし、2010年8月からはビチェンツァカルジョへレンタルとなった。2013年9月30日。 レガプロセコンダディビジオネに昇格した SPAL と1年契約を結んだ。2014から15シーズンはレガプロのマントバ FC でプレー。2015年7月15日、セリエ B の FC、黒トネに移籍した。クラブ史上初のセリエ昇格メンバーの一員となり、同シーズン終了後に退団。2016年末に現役引退を表明した。 2017年4月、かつて共にプレーしたイヴァン・ユリッチが、ジェノアの新監督に就任することに伴い、テクニカルスタッフとして招聘された。ありがとうございます。